皆さんこんにちは、あかねです。これザラで買ったワンピースなんだけどさ、上だけ見るとめっちゃパジャマみたいだね。ショック。高身長の私でも結構ロング丈でめっちゃ可愛い夏ワンピ買いました。ということで、すごくすごく久しぶりになっちゃったんだけど、メガ割とメガポの購入品を紹介していきたいと思います。こんなに買ったんだっていうくらいめっちゃ買ってる。なのでちょっと今日はバンバン紹介していくので、もしねこの商品もっと詳しく知りたいっていうのがあったらコメントいただければ、それはまた別でショート動画とかで詳しくレビューしていこうかなと思うので、気になるものコメントしてもらえたら嬉しいです。ちょっと最初からめっちゃ大物言っていい？これさ、メガポで買ったんだけど、じゃじゃじゃん、これなんだと思う？ちなみにめちゃくちゃ重いです。これだけでね1キロ近い重さあります。これね何かというと肩首マッサージ機なんだけど、これめちゃくちゃ良くて、こんな風に背負う感じで、でこのベルトをね後ろにカチッとするとハンズフリーでもう肩をもみもみしてくれるんだけど、人に揉んでもらってるくらいのリアルな指圧感がすごいのよ。ちょっと見てほしい。スイッチ入れます。これわかる？ちょうどいい指圧加減、痛気持ちいい感じで、で2段階になってるのね。これが最近の私の生きてく上でのマストアイテムです。ハンズフリーでさできるから、パソコンとかで仕事しながらもみもみできるし、なんかさ考え事をしなきゃいけない時期が続くとさ結構頭凝るじゃん。そういう時もこれをやっておくとさ本当にリセットできる。めっちゃすごいです。私これ一生使います。なんか韓国でもすごい流行ってるものらしくて、これ絶対今後日本で流行ると思います。あ、こうやって見せたらいいか。今スイッチ入れたの、こんな感じで動くの。ここがちょうど人間の親指みたいな感じでさ、こうもみもみしてくれる感じで、ここがねめっちゃあったかくなるの。43度だっけな、ちょっとあったかいお湯ぐらい温まるので、首こり、肩こり、頭痛悩んでる人全員買ってください。でこれのシリーズのふくらはぎマッサージ機も買いました。これはメガ割期間中に普通のカートクーポン、なんか VIP 会員、ゴールド会員とか、なんかその会員のステータスによって割引率変わるみたいなんだけど、付与されるポイントで買いました。このふくらはぎマッサージ機めちゃくちゃいい。これもね仕事中にふくらはぎにつけてやったりもできるし、立ちっぱなしの仕事の人とか、私みたいに座りっぱなしの仕事の人とか全員買うべきです。こんな感じになってるんだけど、スイッチを入れると空気が入るっていうか、なんかその空気圧で本当に人の手でマッサージしてもらってるようなリラクゼーション効果があります。何段階かあって、一番弱い段階でも結構イタタタってなるぐらいかなり圧強めなので、マッサージ好きな人に向いてると思う。いつもザラの袋に入れて保管してます。どっちも USB-C で充電できます。今ちょっと肩揉んだだけでめっちゃ熱くなった。でそれから、あのね、前回のメガ割の大本命でもあったものなんだけど、こちらメディセラピーの、あの美顔器付きリフトアップクリーム、あと首のシワ対策のマスクも一緒に買いました。そしたらフェイスラインとウォーターマスクっていうのもついてきました。なんだけど実はこれねまだ使ってなくて、もう届いてから1ヶ月以上経ってるんだけど、そう、理由は私めちゃくちゃ主査の肌荒れしちゃって、この1ヶ月間ぐらい本当に新しいコスメ使えないっていうくらい、もう顔中ブツブツになっちゃって、やっぱブツブツが出ちゃった時は AZA クリアが役立ちました。本当ね、皮膚科に行って抗生剤もらおうか迷うレベルのかなりひどい肌荒れだったんだけど、なんとか治せないかなと思っていろいろ試した結果、もうちょっと後で紹介しようと思ってたこのメガポでリピ買いしたセンテラン24のマデカラボエッセンスカーミングマスクをしっかり20分間やって、やっぱりこれに助けられた。本当に今はもうブツブツが全部収まって自分が戻ってきた感じなので、やっとね今週ぐらいからこちらを試して使ってみようと思います。なのでちょっとこれのレビューは後ほどショート動画で撮りたいと思います。
リフトアップ効果本当にあるのか見てみます。で、あとはプリデンのセラム、緑のセラムも買いました。これもね、ちょっと使った後くらいから主査が悪化しちゃって、ちょっと一回使用をやめてたんだけど、今ならやっと使えそう。使用感がすごく軽いから今の時期にぴったりだなっていう感じで、特にメイク前とかにいいかも。さっぱりしてて、成分とか詳しくは違うんだろうけど、使った感じはあのブルーの方とあんまり違いがよく分からなくて、私にとってはブルーと緑どっちもさっぱりしていいっていう風な、夏にぴったりだなっていう結論に至りました。ブライトニング系のシートマスクがついてきました。これをね、ちょっと肌荒れ中は新しく使うことを控えてたんだけど、そろそろまた使いたいと思います。主査が悪化して肌荒れした理由は明確に分かってて、湿気と夏のせいです。やっぱりこの時期一番肌が弱りやすくて、最近睡眠時間がちょっと短かったから肌が再生する時間が多分なくて、でまた次の日湿気と紫外線でお肌ダメージ食らって、睡眠で元の状態に戻るっていう風に私は考えてて、なんだけどその大事な睡眠をねしっかり取れなかったのが理由だなと思ってます。もう主査が悪化しちゃった時は、私的主査専用って思ってるシンプルスキンケアをして、とにかく寝るっていうのが大事だなって改めて思いました。もう寝るっていうのはさ、もう主査じゃなくても肌にとっては全般いいことだよね。次はね、こちら、これも欲しいものリストに入れてたものなんだけど、メイク前専用の乳液です。コメントでスキンケアの一番最後に使ってからメイクするといいですよって教えてもらったんだけど、その視聴者さんのアドバイス通りメイクの最後に使ってるんだけど、しっかり潤ってキメが整うからかメイクのりがめちゃくちゃ良くなります。これはね、今度オープンするお見合い写真が撮れる写真スタジオにも置きたいなと思ってます。で、シートマスクついてきました。これはちょっと自分で使ってみてどうなのか見てみたいなと思います。シートマスクこちらも買いました。パティオンのセラムマスクなんだけど、なんかこれ生しかが配合されているっていうことで、私の大好きな美容家の石井美穂さんが紹介されてるのを見て目変わり期間中に買いました。で、これはね実際使ってみたんだけど、確かにすごくお肌が落ち着く感じがあってめちゃくちゃ良かったです。とりあえずシートマスクを買ってみたんだけどすごい良かったから、この美容液も買ってみようと思ってます。この美容液使っている人いたらぜひコメント教えてください。それからこれはすでにショート動画にしてるんだけど、ザツールラボのビューラーリピ買いしました。このショート動画の方をぜひね見てほしいんだけど、私今までね資生堂とかシュウウェムラとかビューラーを使ってきたんだけど、ビューラーだけでしっかりカールしたことがなくって、ドライヤーで温めて熱でカールをつけるみたいなやり方をしてたんだけど、このツールラボに出会ってからビューラーだけでまつげが上がるっていうのが都市伝説じゃなかったんだっていうことを知って感動したんです。今まで使ってた資生堂とシュウウェムラと何が違うかっていうと、このねカーブが違うの。カーブがなだらかなんです。資生堂とかシュウウェムラは私の目よりももっとまん丸の目の人にはすごくいいんだと思うんだけど、少し平ら気味な人はツールラボのビューラー使ったらまつげ人生変わると思います。ツールラボの方にもこっちのなだらかバージョンと少し丸いカーブバージョンとどっちもあるんだけど、それの測り方まで載ってるのね。目のカーブを測ってどっちが自分に合うかっていうのを事前にね自分でお家で調べて、あの定規があれば調べて測ることができるので、ビューラーでまつげがちゃんと上がるの都市伝説だと思っている人はぜひね試してみてほしいなと思います。で、これ買ったらまつげ美容液がついてきました。そういえばこれまだ使ってなかったので今日から使い始めたいと思います。口コミは良さそうな感じでした。それからこちらめちゃくちゃ
ツヤンツヤンになれるベース。届いた時は梅雨が来る前だったので本当にちょうどいい時期だったの。だからすごい使ってたんだけど、今やっぱり湿気がある時期にはなかなか向かないかもっていうくらい結構ツヤが出ます。なんかベタついたりはしないんだけど、マットのメイクしてもさ若干テカるじゃん、どうしても皮脂とか出るしさ暑くて。なのでこれはちょっと夏が終わるまでお休みって感じだけど、でもそれこそ撮影の時とか肌がゴワゴワでどうにかツヤでごまかしたい時とかに、こう部分的に頬だけとか仕込んでおくのはめちゃくちゃいいかなって思うので、使い方によるかなって思うんだけど、このシンプルなさなんか化粧品って感じのパッケージがすごい可愛いなと思って、箱も捨てられずになんとなく取っといてます。それからこの3つはショート動画で紹介したんだけど、夏の滝汗でも絶対に落ちないメイクのお三方です。まず1つ目はラネージュのネオクッションファンデ。やっぱりこれに勝るものないっていうくらい本当によれない。で最近気づいたのが、あの肌荒れしててさ AZ エクリアを朝晩塗ってたんだけど、やっぱ AZ エクリアさスキンケアの一番最後に使うんだけど、メイク前に塗っておくと本当に皮脂を抑えてくれるの。もうどんな下地よりも一番効く。本当にこれ自分の肌に合ってるんだなって思いました。これ塗った後に、まあ、日焼け止め塗ってで、その後にラネージュのクッションファンデを塗っておくとマジで崩れないです。本当に1日中どんなに汗をかいても崩れない。本当にすごい。でも普通のクレンジングとかでちゃんと落ちます。だからね、夏はもう必須アイテムだなって思いました。改めて3年ぶりとか4年ぶりにリピしたんだけど、やっぱこの 3,4 年間いろんなクッションを使ってきたけど、夏に使うのはもうラネージュのネオクッションしかないなって思います。でこれ買ったらなんとなんとリップスリーピングマスクのミニサイズがついてきました。嬉しい。でそれからね、ホリカホリカのマスカラもマジで落ちないの。これも本当に名品だなって思います。確かね 3,4 年ぶりにリピしたんだけど、いろいろ使ってでもう夏はこれだなって思います。マスカラの液が結構たっぷりつきやすいので、乾く前に一度余分な分をティッシュで落としておくのがポイントで、そうすると本当に一日中落ちないです。ちょっと横着しておてってついちゃったものをそのままにしておくと、まばたきするたびにどん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 下に溜まっていっちゃって、しかも肌についたらすぐ落とさないと取れないから厄介っていうのはあるんだけど、でも塗った後本当ティッシュでさっさって拭っておけばそれで1日持つので、もう本当に最強です。普通のクレンジングでは落ちない時もあるので、ポイントリムーバーか、私はマスカラリムーバーを必ず使ってます。そうするとスルッと落ちてまつげも傷まないので、はい、相性いいです。であとはソーナチュラルのマジックシーラーっていうもので、これ韓国コスメなんだけど、日本ではあんまり馴染みがないと思うんだけど、韓国の美容 YouTuber の方が紹介しててめっちゃ良さそうと思って買ってみました。マニキュアみたいにブラシがついてます。でこれを眉毛とかアイライナーとか、あとマスカラの上に塗ってるシーンもあったかな。で塗った後はちょっとテカッとするのね。眉毛にシール貼りましたみたいな感じにテカッとして不安になるんだけど、乾かすと普通に馴染むので変な感じにならないです。でこれが防水みたいな効果があるから、本当に水とか汗を弾いてくれて一日よれないよっていうやつです。海とかプールとか遊びに行くとき絶対必要だと思います。あとはリピ買いしたものでエルスティンのシルククリームを3つ買いました。これの他にトラベルサイズのクリームが5個ぐらいついてきたのと、あとミニサイズの美容液もついてきたので、これはねメガポで買ったんだけどめちゃくちゃお得に買えました。もうこのクリームは私は動画を始めたくらいから一生レビューしてるので、ちょっと今日は割愛します。とにかく私が人生で一番リピしてるクリームです。あとこれもメガポでリピ買いしたセンテリアン24のマデカトーニングエッセンストリートメントです。ちょうどねこれが切れた後に素材がめちゃくちゃ悪化したので、やっぱこれ合ってたのかもしれないって思い返してリピ買いしました。これのおかげだけではないと思うんだけど、睡眠とかもしっかり改善するようにしたから。でもやっぱりこれすごく肌に合ってて大好きだなって思ったので、これからもリピしようと思ってます。でこれはね寝代わりの購入品じゃないんだけど、
ついにシスレーの乳液買っちゃいました。すごく高くて手が震えたんだけどパソコン押す時の手が震えたんだけど、でも買ってよかった。で今回の主査の悪化が改善したのはこれに助けられた説あるんじゃないかなと思います。もちろん主査はね、食事と生活習慣も大事になってくるんだけど、これのすごいところは通常の3500倍だっけな、高濃度の歯科成分が配合されていて、なかなかさ乳液でさ歯科が入ってるものって少ないと思うんだよね。なんだけど乳液を使うことによってお肌が柔らかくなるらしくって、それによってこうカチカチになって開きっぱなしになってる毛穴とかがふっくらして、こう毛穴が小さくなるよっていうのをね、美容家さんたちがすごく説明されてるのをさ見てて、乳液なんか使ってみたいなって思ってたけど、乳液イコールちょっとオイリーなイメージがあったので自分に合わないような気がして買ってなかったの。だけどシスレーは本当になんでもっと早く買わなかったんだろうって思いました。今回肌がもう真っ赤になっちゃって助けてって感じの状態だったんだけど、これをお風呂上がりにマデカシードマスクして、で少し赤みが抑えられて、でもまだ完全には赤みが減ってない状態でこれを塗ると5分から10分後には本当に赤みがさっ引いて、使えば使うほどお肌もすごく柔らかくなってきて感動しました。これは主査じゃなくても合わない化粧品を使っちゃった時の赤みとか、その本当緊急トラブルの時にもいいよっていうのをね聞いたことがあって、本当にその通りだなと思って今期一番の感動でした。あとはあの写真スタジオ用にフェイクメイクのアイシャドウパレットを購入しました。やっぱりお見合い写真なのですごくベーシックな色の方がいいんじゃないかなと思って、ベージュ系とピンク系の本当超ベーシックカラー16色入っているパレットです。めっちゃ可愛い、自分も使いたいけどこれは使わずに納品します。写真スタジオなんだけど今美容書登録の関係で少しオープンが遅れていて、きちんとオープン日が決まったら改めて動画で報告したいなと思います。自分用にはこのデイジークのコットンパウダーパレットを買いました。かわいいこの色、これも16色入ってる。もう可愛くて使ってなくて、でも使わないともったいないよね。なんかさ最近本当メイクもちょっと Y2K が流行っててさ、この間韓国のメイクさんがブルーのアイシャドウを使ったメイクをインスタに載せてて、もう私が中学生とかかなの時にそういうメイク流行ってたと思って懐かしいと思って、あの時はねブルーのアイシャドウを使ってほんと青タンみたいな目になってたんだけど、まさにさ今日みたいなこういうちょっとブルー系のシャツワンピにポイントでブルーのラメとか使っても可愛いのかもと思ったりして、夏にたくさん使いたいなと思います。あとは最後おまけなんだけど、これ知ってますか、これスタンプで作れる下まつげこれなんかさ中国のレッドっていうアプリを見てたらメイク系の人がすごい使ってて、めっちゃ気になると思って買ってみました。これはね Amazon で買ったので目代わりじゃないんだけど、近々ショート動画でレビューしたいなと思います。ということで目代わりとメガポと最近の購入品の紹介でした。皆さんもこの夏これ買ってよかったよっていうものがあったらぜひコメント欄で教えてください。では最後までご視聴ありがとうございました。Ha ha ha.